ドジャース大谷翔平の元専属通訳水原一平容疑者は、母校で黒歴史認定されてしまったようだ。水原容疑者が通っていた、ダイヤモンドバー高校のサイトにある、欠失した卒業生、の欄から、水原一平、の名前が削除されたとのこと。母校が一平さん人気にあやかろうと、欠失した卒業生、の看板を立てたが、泥棒と判明して、そういえば彼、在学中はそんな目立たなかったね、と静かに看板を下ろしたな。大谷翔平に仕えただけで生涯勝ち組だったのにな、人生最大の運を手中に収めたのにギャンブルする発想がな。勝手に持ち上げて、勝手に落とす。どこの国も一緒やな。手のひら返しやな。一平、誰それ？そんな奴いないよな。短期間にここまで一気に人生が暗転する人もそうそういないと思うわ。天国から地獄。まあ、本人にしてみればいつかバレると思っていたかもしれんけどな。まさに天国から地獄の人生やね。韓国行きはプライベートジェットで、帰りは LCC。 欠失してるのは大谷であって、そもそも欠失した卒業生に乗ってることがおかしくないか。違う方向やが、欠失しとるわな。ある意味、欠失した卒業生、ではあるが、その中身がな、致し方ないわな。世界に名を馳せたけどな。教育機関としては、いかがなもんかね。臭いものは隠す、長いうちだけ巻かれる、と、思われるやろ。教科書から姿が消され、母校から名が消される。共産国みたいな扱いを受ける一平。WBC では一平がいなければ優勝もなかったと言われ、影の功労者と言われたが、違法賭博発覚で最低のデタラメ通訳などと言われ、どのメディアも写真が悪人顔になっとるな。個人から数十億円盗んだ犯罪者なのだから、存在自体を削除すべき。関わったことを恥とすべきやろ。未来ある子供に一切関わらせてはいかんわ。水原が悪いのは、日本の大谷ファンをも騙しまくっていたってことや。外面は自らもいい子ぶってたから、大勢の水原ファンもできた。かなり罪深いで、